続きましては横浜国立大学准教授田村博様の研究発表となります。タイトルは拡張現実表示を用いたインフラスマート点検および技術者養成のための支援システムの開発です。それでは田村様よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました横浜国立大学の田村でございます。インフラの点検をやってみたいと思う人を少しでも増やしていきたいという思いで研究をさせていただいております。これまで2年間こちらのテーマで研究をやってまいりまして、少しご報告できるような成果が上がってまいりましたので、お耳を傾けてくださっている方々の少しでも参考になれば幸いでございます。よろしくお願いいたします。まず研究背景でございますけれども、建設50年を経過した橋梁の割合がこれからますます増えていくというところで、インフラの点検診断の重要性が高まっていくことは間違いのない状況でございます。でこちらですね、私が専門としている橋梁になりますけれども、例えば箱桁の中、こういったところをですね、点検するということになると、まず暗い、そして埃っぽい、そして、狭い、さらに奥に進んでいくとですね、また同じような光景が次から次と見えてきて、今どこに自分がいるのかわからない、こういった状況がですね、起こります。でさらに居場所が少しでも分かるようにということで、皆様ご承知の通りチョーキングとかを部材に対してしていたりすることが多いわけでございますけれども、このチョーキングも実際は時間が経つ中でですね、擦れて消えてしまったりとかしてしまうというふうな課題があるというふうに認識しております。そこでどういった方策があるのかということで、私どもは拡張現実 AR に注目しているわけでございますけれども、 AR に関しましても先行研究が数多くございまして、現場でですね、手書きのメモをバーチャルに作って仮想空間上に貼り付けるとか、橋梁カードによって点検情報にアクセスしやすくしたりするとか、あとこれは橋梁ではないですけれども、地下埋設物のですね、可視化をすることによって、適切な判断を下せるようにするというような工夫、さらに AR と、QR コードを活用して、点検システムの提案を行うというふうなものがすでにあるところでございます。これに対しまして、私たちの方ではこういったインフラ点検業務を支援するシステムを開発するわけでございますけれども、特に過酷な環境における点検業務のスマート化を図りたいというふうに考えております。これによりましてもちろん時間短縮、作業ミスの削減、点検の高度化ということが期待されるわけでございますけれども、特に私は大学生を対象に普段仕事をしているわけでございまして、若い人にインフラの点検ってこうかっこいいんだな、となんかこうすごいハイレベルだな、といろいろできそうだなっていうふうに思ってもらえるようなイメージアップをですね、成し遂げたいということもモチベーションになっているところでございます。でそういったところに基づいてですね、ちょっと大げさではありますけれども、インフラ点検の新しいモデルケースを示していければということで、研究をしております。さらに、作り上げたシステムをですね、次世代の技術者の養成にも役立てていきたいというところも目指しているところでございます。で具体的にはこちらに書いておりますように、開発するシステムの特徴として、過酷な環境の中で作業するというようなところになりますが、電波が届かないということも大いに想定されます。先ほどお示しした箱桁の中なども、中に入っていくとすぐに電波が使えなくなってしまいますし、山間部であるとか都市部から離れたところの橋梁というのは、GPS の支援やですね、電波の支援、そういったところが受けにくくなってしまうようなところもたくさん橋梁として存在するというところですので、電波に依存せず、あとは照度にもですね、左右されないシームレスな点検システムを構築していきたいというふうに考えているところでございます。
でさらに、当然ですけれども、情報の充実化、ナビゲーターとして、点検活動を支援してくれるナビゲーターとしての役割で、さらに情報が 多すぎてもいけないので、適切に、選択と通知をしてくれるようなシステムを作ると、こういうことを考えているところでございます。でこういったものをですね、実装することによって、情報が効果的に統合された点検ナビゲーションを、実現し、でさらに、初学者にとって難解な退化とかですね、損傷メカニズムの感覚的理解を促していきたいと、そのように考えているところで、ございます。こちらが開発するインフラ点検システムのですね、全容という形になりますけれども、基本的には iPad Pro 上にシステムを構築していきまして、事前にモデルとかをですね、情報とかを設定した iPad Pro を現場に持ち込み、iPad Pro 上のモーションセンサー、カメラ、画面、こういったものを使って現地での拡張現実を実現していくことを考えていると、そういうふうなものになります。研究室では事前に空間情報の登録を iPad Pro に対してしておき、現地に行きましたらリアルタイムでですね、その情報を出していくと、例えば目の前に問題のあった部材が見つかったときに、その部材名をパッと出してくれるとか、過去の点検履歴にアクセスできるようにするとか、さらにこれは診断のフェーズになりますけれども、その部材に発生している応力をですね、事前に設計で想定している応力分布を研究室で解析をして用意しておくことで、目の前に設計で想定している応力分布を出したりとかすることによって、損傷が見つかったとしてそれがどれくらいクリティカルなのかということをですね、判断するのに役立てたり、さらに累積疲労損傷度なんかも出していくというふうなことを考えているというところでございます。でさらに情報が多すぎても点検者が混乱してしまいますので、適切な場所で適切なタイミングで情報を選択的に出していくということで、これがまさに拡張現実が得意としているところでございますけれども、眼前に必要な情報を出していくというようなところで、さらに視覚だけではなくて、アラーム音なども使って過去に問題が見つかった場所に近づいたら音を出してやって、見逃しを防ぐと、そういうようなことも実装しているところであります。でこういったシステムを構築して活用していくことで、スマート化でインフラ点検の生産性を向上し、またそれを、モデルにですね、iPad の中のシステムにフィードバックさせながら、質を高めていきたいというふうに考えています。3カ年の研究で、現時点で約2年半過ぎたというところになりますが、令和4年度からですね、このようなことに取り組んでまいりました。令和4年度は研究の目標達成に向けてですね、対象構造物の選定とか持ち込みデバイスに実装する機能の精査、こういったものをですねヒアリングベースで進めてまいりました。でまた図面とかですね、過去の履歴とかの入手ということで、関東地方整備局さんに非常にお世話になったところになります。そして、3次元モデルのですね作成の準備、令和5年度に入りましてからは具体的にそのモデルの作成、解析なんかも含めて、実施をいたしました。でさらに持ち込みデバイスに実装する、機能の開発、そして、現場で使い勝手のいいようにですね、ものとなるように対象構造物において、システムのキャリブレーションをですね、2回にわたって、実施したというところが昨年度までの、成果でございます。で今年度はですね、そういった出来上がってきたシステムに関しまして、現地で実証実験を行い、実用性に関して、実務に携わられている方々からヒアリングを受けたというようなところでございます。それと点検システムのですね再構成によって、技術教育ツールの開発に今取り組んでいるというところでございます。基本的には AR ということですけれども、例えば研修所のですね教室の中であるとか自宅であるとか、そういったところでタブレットを立ち上げることによって AR ではなくてバーチャルリアリティ VR としてのですね機能を持たせることができるのではないかということで、こちらに取り組んでおります。そして技術教育ツールを使って研修会を実施して教育ツールとしての実用性についても見ていきたいと
というふうに考えております。昨今大学でも、構造力学が選択科目になっているところも多くて、構造的な知識等が あまりないような状態で点検業務、診断に携わられている方々も若手の方々を中心に多いと思っておりますので、数式とかによらずですね、ビジュアル的に、応力とか対価メカニズムを伝えられるというふうに考えているところでございます。令和5年度までのですね、成果について、ご紹介させていただきます。こちらが、システムの、開発フローでございますけれども、まずは、先ほど申し上げた通り研究室で可視化データを整備して、iPad のですね、中に、それを実装していきます。でその際にはご承知の方も、多いかもしれませんが、フリーソフトの Unity、ゲーム開発エンジンで有名なものですけれども、Unity 上にですね、いろいろな AR オブジェクトを配置していき、位置合わせのですね、使い勝手がいいかどうか、それから各機能、それ以外の機能のですね、使い勝手がいいかどうかということをですね、見ながら実用的なものに、高めていくということを行っておりました。位置合わせに関しましては、例えばこれが実際のですね、構造物であるとして、研究室の方では事前の、有限要素解析の結果として、例えば応力分布としてこのようなものが出てきているわけですけれども、ずれて表示されてしまっては AR になりませんので、適切な精度でですね、現実と仮想が頂上されるように、位置合わせというところも非常に大事になってくる研究であります。でその際に、iPad Pro に実装されているワールドトラッキング機能、モーションセンサーとですね、カメラ、人間で言えば耳と目に該当するものですけれども、それらを使って、総合的に位置合わせをするということを行っております。でこれによって、点検を始める際に一度位置合わせをした状態で、あとは移動量をですね、iPad Pro の方で自動的に推定をしていって、移動量に合わせてモデルも勝手に動かしていくということで、頂上された状態が続くように、システムを作っています。でこういうふうに出来上がってきたものをですね、実証実験という形で選定した橋梁において実施するということを行いました。対象橋梁としてはですね、具体的には社長橋の主塔とですね、紅白桁、こちらの2つを対象にしております。社長橋に関しましては、閉塞空間であるということに加えまして、はしごを使った延直移動が主塔のところで出てきますので、延直移動に対する適応性を見ていきたいと。さらに特にこの主塔のところなんかがそうですけれども、3次元的に点検路が複雑に、点検ルートが複雑になってきますので、そういったところでナビゲーターとしての本領を確認したいというふうに考え設定いたしました。でもう一つですね、紅白桁ですけれども、こちらも閉塞空間でもともと電波が届かないような環境であることに加えまして、誤差計測実験をですね、するのに人間が移動しやすいということで、作業がしやすかったということで、さらにその対象橋梁が、コンクリート床板でですね、橋台もコンクリート製ですので、箱桁は左もそうですけれども構成ですが、コンクリート部材に対してもですね、適用範囲を広げるということで、こちらの橋梁を選定しております。こちらが主塔の方のですね、可視化データと、機能実装の状況になります。令和4年度に実務に携わられている方々からご協力いただき、ヒアリングを行いまして、こんな機能があるといいよというふうなご助言をいただきまして、また学生のですね、担当した学生のアイデアも含めておりますけれども、大きくこちらに対しては4つの機能をですね、実装しているところでございます。こちらが対象としている社長橋のタワーの一部になりますけれども、こういうふうにですね、3次元モデルを作っているわけですが、中はダイヤフラムとかリブとかもですね、再現しておりまして、その中で AR 可視化オブジェクトのですね、拡大機能ということで、見たいところをですね、ズームアップすることによって、自分がそこまで行かなくても、社長橋登っていくの大変なんで実際見に行くの大変ですけれども、そこまで行かなくても、その空間がどういうふうになっているのかということをバーチャルに見ることができる機能をつけております。でさらに、2番ですね、平面検知の追加ということで、こちらは精度向上のためにですね、つけたものになります。
で3番付箋機能ですけれども、現場でなんかちょっと気になるところがあったなっていうふうに思った時に、画面にタッチすることでですね、このあのびっくりマーク、付箋のようなものがモデル上に配置されて、で後で事務所に帰った時に、そこに詳細な情報を登録しておくとか、そういうことができるような機能をつけました。でさらに複雑な点検路という話をしましたけれども、こういう矢印をですね使うことによって、この後どこに進んでいけばいいのかということをですね、表示し、点検される方の負荷を下げるということを考えました。こちらがあの実際ですね、タブレット上であの表示、されているあの、画像という形になりますけれども、点検者がですね、ユーザーがこうの移動に伴ってこういうふうに自動的に画面上でモデルの角度とか位置が変わっていきます。で、こういう矢印でですね、これは下から上にタワーを見上げているところですけれども、こういうふうに進んでいってくださいとかいうことが示されていたり、付箋機能もですね、適宜、気になったところにポンと、置くことができるようになっているというところです。で、まあ、こういったところでですね、あの実験を行わせていただいて、得た知見としましては、鉛直移動に、ですね、鉛直方向に移動しても水平方向に移動しても水平方向に誤差が大きく累積するというですね、あの傾向が確認されました。要は移動するほど AR 可視化オブジェクトがですね、水平方向にどんどんあの移動量が多くなるにしたがってずれていってしまうというふうなですね、そういうふうなあの、ことが確認されました。で鉛直方向の方については誤差累積はですね小さいんですけれども、まあ、実際に点検で用いるには誤差の累積をどう抑えるのかが重要であるということが、確認されました。そこで、マーカー型位置合わせ機能というですね、ものをあのつけることにしました。こちらは、歩いていくほどですね、あの誤差がたまっていきますので、位置合わせの中継地点みたいなところをあの数メーターおきに、セットしまして、そこで随時位置合わせをすることによって、誤差をですね、その中継地点で修正しながら使っていくというようなあの発想のもとでの、システムです。今回はあの距離5メーターで試しましたけれども、例えばここから 1A から点検を始めるとして、必ず位置合わせをする必要が最初ありますけれども、ここでマーカー A を認識して、で、現実とですね、赤いものが AR オブジェクトですけれども、これの重ね合わせを、自動的にします。でその後、B 点まで来たらですね、ここでまた、マーカーをですね、撮影してやって、累積した誤差をですね、青いものがセットし直した AR オブジェクトですけれども、リセットすると、こういうことをですね、5メーターごとに、進めていくということをですね、行いました。で、まあ、課題としてはですね、あのそれでもマーカー間では多少ですけれども誤差が発生するので、それも合わせて抑えていくということを、考えています。そのために、追加でですね、あの実装したのが、平面検知機能によるマーカー間の移動時の、精度向上ということで、もともとの、平面検知の機能は水平面に対して床に対してやるようなものでしたけれども、鉛直面とかですね、そういったものに対しても位置合わせをできるようにすることによって、精度の向上を図ったというようなですね、ところで、ございます。こちらに関して、実証実験をですね、あの箱桁の方で、実施させていただきました。このようなですね、紅箱桁の中ですけれども、そこにおいて、AR オブジェクトをですね、頂上することで、例えばこのダイヤフラムの名前であるとか、そういったものがあの表示することができるようになっています。で、対象区間がですね、47.5 メートルなんですけれども、そこの中に5メーターピッチで、マーカーをですね、配置していって位置の修正を行いながら進んでいったときに誤差の累積がどうなるのかということを調べたのが、こちらの結果に、なります。先ほど申し上げましたそのマーカーを使うということで、さらに鉛直方向も含めた平面検出のですね、機能を使うということで2つの機能を追加しましたので、それぞれのオンオフで4パターンですね、こちらには結果を示しています。縦方向が、累積誤差ですね、 47.5 メートル進んだ時の累積の誤差で、横方向には進行方向、高さ方向、横方向ということで、3方向に対して誤差がどれくらい累積していったのかということを示したものになります。
まず、平面検出に関してですけれども、例えばマーカーありのですね、青とこの、紫、の中で平面検出がない場合とある場合を比べますと、平面検出によってですね、進行方向については誤差が、低減しているということが確認できます。でまたマーカーなしのですね、ピンクと赤の場合についてもですね、平面検出を用いることで進行方向の誤差が効果的に低減できているということが確認できます。また全体に関しまして、マーカーがない場合とありの場合を比べますと、大きくですね、そのマーカーを使うことで、まあ、あの5メートルおきにリセットしているので、当然といえば当然に思われるかもしれないですけれども、大きく、誤差をですね、低減させることができたというようなところで、ございます。以上が令和5 年, 5年度までの成果です。で今年度に入りましてからですね、半年ほどまたシステムの開発を続けていて、今度はですね、先ほどは箱桁の中のみが対象でしたけれども、対象領域を広げていくということで、箱桁の外に対してですね、頂上をするということをですね、頂上できるようにシステムの開発を行いました。でまた応力分布に関してですけれども、外から頂上したときに、例えば桁にどういうですね、応力分布が出ているのかとか、そういったことがビジュアルで分かるように実装ですね、しているというところで、ございます。それからトレーニングモードということで、開発技術者用のですね、ちょっと動画が、すぐ動かせそうにないんですけれども、システム、動きましたね。これは研究室でですね、AR ではなくて VR というような形で、モデルを表示して仮想的に点検作業をですね、体験してみたりとか、そういうことができるようなモードをですね、加えていますので、まあ、それを試しているというような状況でございます。そして、まだ、全てが完成したわけではないんですけれども、第1回の実証実験ということで、9月24日にですね、実務に携わられている方々にもご参加いただき、実証実験を行いました。で、まあ、冒頭、どういうシステムなのかとか、システムの使い方をご説明させていただき、この時は電柱をですね、支柱を使わせていただきましたけれども、AR マーカーをですね、配置しておいて、皆様にですね、そのタブレットを試しに使っていただいたというような状況でございます。まずは最初ですね、こう位置合わせということで、このマーカーをですね、撮影していただき、でその後ちょっとですね、微調整は手作業でできるような仕様になっていますので、手作業でですね、位置合わせを微調整をですね、行って、その状態で、この AR のですね、タブレットをいろんな向きに振りかざしていただいて、いろんな角度で、橋梁の頂上が行われているとできているということを確認、していただきました。で、まあ、いただいたご意見としてはですね、例えばマーカーを認識して AR オブジェクトを生じするまでの手順が分かりやすかったかという質問に対して、まあ、多くの方がポジティブな、回答をしてくださっていまして、重ね合わせの表示はですね、分かりやすかったかっていうところについてもですね、比較的多くの方がポジティブな回答をしていただいているというような状況です。でさらにいろいろとご助言をいただいておりまして、人手不足が加速する中で、橋梁維持管理の技術伝承、橋梁の、点検作業の効率化のための中核技術として、実装されていくことを強く望みますとか、箱桁内2色でですね、色分けされていて、対象部材が分かりやすかったかとか、過去の点検結果がアプリ上で、確認できると良いというご助言であるとか、点検調書、橋梁カルテが表示される機能があると良いというご意見とか、あとはマーカーのですね、維持管理をどういうふうにやっていくのかということでですね、将来的に想定される課題なのかも教えていただいたり、しているというところでございます。まあ、以上これまでのですね、成果としましては、電波に、をですね、用いないAR システムをですね、iPad 上に構築しておりまして、誤差のですね、累積の特性を把握してきたというところ、そして、マーカー型位置合わせ機能をですね、構築しまして、長距離移動時の精度向上を実現したというところ、さらに、応力分布の表示機能をですね、実装を、していると、
ちょっとこれまだ位置合わせをですね、正確にする前ですので、ずれてしまっている状況 の、 あのスクリーンキャプチャーですけれども、まあ、こういったものをですね、実装したと。であとはあの今年度後半ですね、残り4ヶ月ほどですけれども、荷重モードのですね、充実化ということで、設計の創出で提出する応力分布もですね、いろんなモードの下でのものですので、例えば地震時とかですね、風荷重の下での応力分布とかいろんなモードを充実化させていきたいと考えています。でさらにもう一回実証実験を実施して構造工学研修としてのですね、利活用の可能性について見ていきたいと考えているところです。関東地方整備局の皆様にはですね、多大なるあのご支援をですね、いただいております。この場を借りてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。田村様ありがとうございました。